彦根市では今日、子どもたちを対象としたお仕事体験のイベントが開かれ、多くの参加者でにぎわいました。彦根市のプロシードアリーナ彦根で開かれたこのイベントは、滋賀県商工会議所青年部連合会が主催したもので、県内45の企業が集まり、子どもたちを対象に各ブースでお仕事体験できるというものです。その種類は様々で、エステティシャン体験では実際のエステで行う毛穴の汚れを吸い出す施術や、顔にパックを塗る体験ができたり、クリーニング店のブースではシャツにあらかじめ書いたマジックペンの汚れを取り除く染み抜きの体験などが行われました。その他、お花屋さんや家づくり体験など、どのブースでも子どもたちはお店の人の話を集中して聞きながら、真剣な表情で体験していました。すごく楽しかった。将来家とかいろんなやつを作りたい。小学校の時にこういった体験ができるってことはすごい貴重やと思いました。まあ、今後と少子化とか人員不足とか今抱えている企業さんにとってもいい策っていうかな、そうやと思いました。主催団体は今後もこのようなイベントを通じて、子どもたちに滋賀の産業の魅力を伝えていきたいとしています。次です。守山市では今、冬に咲く早咲きの菜の花が見ごろを迎えています。守山市にある第一渚公園では、早咲きの菜の花、神崎花菜が見ごろを迎えています。これは地元のシルバー人材センターの会員らが毎年育てているもので、4000平方メートルの敷地におよそ1万2000本の菜の花が咲いています。今日は少し曇り空でしたが、人気のフォトスポットということもあり、多くの人が訪れ、鮮やかな黄色の菜の花を写真に収めていました。第一渚公園の菜の花は2月上旬まで見ごろが続きそうだということです。以上、ニュースをお伝えしました。